はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで今週の SKP 活動を始めていきたいと思います。ということでね、今週のハイライトからオープニングムービー撮っておりますさあ始まりました。さあこの日2試合目、さあいいとこあるんでしょうかということでね、冒頭でお見せしたムービーみたいなやつなんですけど、このバスケットコートにAI を駆使したなんつうの撮影システムみたいなやつがあって、まあ、アプリ登録して顔に、おっとアリビート入った、お J さん出すパス出すフェイクのジャンプショット、ナイス。そうそう、顔認証してその人のナイスショットみたいなところを後で音楽付きでなんかショートムービーでまとめてくれるんですけど今週からそれを冒頭に使って見ることにしましたシュートの角度とかもね出るから、なんかいいですよねなんかただ比較的いいんですけど、一応なんか有料なのと、あとはなんか試合全部じゃないんですよねみたいな。お、ナイス、おー、ナイス、フナットさんここで中入れてシュートフェイクからの合わせ、ナイス合わせ、お、ナイス、ナイスプレー、グッティグッティ。そんなわけでね、そのシステムが意外ともっと進化したらもっといいものになるなとは、おっと、個人的には感じてるんですけどね。なんかもう当然なんか NBA とかだとなんかもっとすごいやつがあるんでしょうね、やっぱね。なんか昔本でなんか読んだ記憶が。来た、チャンス、うわー、もったいね。さあ今週いいとこあるんでしょうか。この試合に3人チームだったんで、おっと、J 決める。交代、試合の途中で交代ができないんでね、結構きつかったっすね。おっと、ああ、今回もノースリーブパーカーを着ての登場となっております個人的にはね、ノースリーブパーカーってもっと世の中に出回ってもいいんじゃねえかって思うんですけど、どうなんですかね、あんまりニーズないのかな俺だけかな、なんかちょっと可愛いなって思ってる。なんかバスケファッション、まあファッションそんな得意じゃないんであれですけど、バスケファッション中国でなんかブワッと流行らせたいナイスショット、これはオープニングムービーのプレーですね。お、なかなかいいんじゃないでしょうか自画自賛ですけれども、なかなか良かったんじゃないですかこのショット。さあ一本決めた。そう、なんかね、バスケファッション、もっとなんかね、おっと、かけ決める、ここで横振ってからのステップバック気味のステップバック気味のバンクショット、ナイスショット。そう、バスケファッションね、なんか中国人って外でよくバスケやってるんですけど、バスケコートいっぱいあるんで、ジーパンでやってる人とかいるんだよなあんま気にしないのかもしれない。でもここに一もう最大のマーケットがある気がしてならないおっと、マイク決める。どうなんですかね、バスケファッションで、トモヤンのバスケファッションのブランドもね、なんか個人的には中国で売ってみたいなと思っちゃってるんで、個人的に。おっと、リピート、パンプフェイクからのポンプフェイク、パンプフェイクってね、ポンプフェイクからのドライブしてのレイアップ、マイクならでは、
前からいつもミドルでうにゅーって狙いを済ましたシュートがね、ゴルゴシュートと呼ばれてますけども、ゴルゴ、あ、来た、ゴルゴシュート、ゴルゴシュートをいつも決められるがゆえにポンプフェイクされると引っかかっちゃうね、やっぱね。僕もね、最近ポンプフェイクやってないなと思って、でもシュートモーションまでが遅いからポンプフェイクやったら余計はたかれそうだなと。おっと、 J 決める。キッカー工事みたいな髪の色をした J。 なんかでも体つきがやっぱいいっすよね、なんかね。今回なんか奥さんとお子さん連れてきてましたね。さあ、おっと、おっと、リピートライターアレックドライブからの、おお、フェダーウェイ気味に、あれ決めるか、すげえな、ナイスシューだ。さあ、おジェイ、おっと、すげえパス取れねえ、早くて。さあ、もう一本決めたいところ、もう一本いいとこ見したい。まあ個人的にはちょっと気になるのが、腕の色と肩の色の違いが激しすぎるんで、ちょっとかっこ悪いっていうね。全然バスケじゃございません。ちょっとしばらく山屋に行ってまして、そこで海で焼いたんですけど、ダメでした。肩って出さねえからな、やっぱな、かっこ悪いな。でも白すぎて、上がつか下が黒すぎんだ。さあ、そんなことはどうでもいい。残すところ残すところあとワンプレーか、時間がないぞ。もう一回打ちたい、もう一回シュート打ちたい、来た。おっと、ラストプレーか、おっと、終了、ナイスゲーム。